なおちゃんが愛用のカメラペンで気になった被写体をパシャリ。3人のカメラ女子を手助けしてくれる先生は写真家鶴巻育子さん。そして今回のテーマはモノクロの世界を楽しんでみよう。東京は三軒茶屋にてお散歩しながら撮影を楽しむカメラ女子。今回はアートフィルターのラフモノクロームで撮ってみましょう。どう、ゆうちゃん、モノクロの世界は？あー、すごいよ。すごいや。違う。違うでしょ。ゆうちゃん覚えたての正方形のアスペクト比とアートフィルターラフモノクローム、この組み合わせ本当に別世界みたい。モノクロの世界に魅せられたゆうちゃんに釣られて先生もパシャリと一枚。今ちょうど私こう人をね通った時にこうやってちょっと待ってみるとか、はい、そういうのをね考えてもいいよね。あ、そっか、うん、ゆうちゃんのチャレンジきちんと撮れるかな。来るかな。ゆうちゃん準備が大切ですよ。きちんと構えてシャッターを。あ、じゃあ半押しの状態で待ってなきゃいけないってことか、うんうん、その通りです。あ、なるほど。これを撮るにはやっぱり待ち構えてないとなかなか撮れないんだよね。そうなんですよ、うん、だからこう瞬間を撮るっていうのはやっぱりちょっと予測してこう待ってる、うん、準備をしておく、うん、それが大事ですね。うまく撮れていましたよ、ゆうちゃん。おしゃれなバーが気になったみたいです。この後ろのこの辺りを、はい、が入ってるけど、はい、それは自分があえて入れるか、はい、それとも知らず知らずに入ってたか、そこで全然写真って変わるんだよね。自分が入れたいと思って入ったのだったら OK、はい、入っちゃってたっていうのだとそれはダメです。入っちゃってました、うん、なおちゃん正直でも雰囲気ある一枚ですね。正面で他のものをなくしてよりシンプルに、これは本当におしゃれな一枚。なんか味が出てる。モノクロだから。あ、モノクロだからだね。カメラ女子、あの上の提灯とかこの煙突の雰囲気とかレトロな感じを撮りたいって、うん、そうだね。なんかあっちのビルとのギャップというか、うんうん、そうね、これすっごい面白いよね。これ撮ってみるのもいいかもしれない。姫ちゃんは2人とはちょっと違う視点で撮り始めました。撮れたよ。見て。わー、かっこいいよね。新しいね、近代的な、うん、その差を出してみました、うん、すごい。あとはこの線が面白いよね、 V 字になってる。確かに、うん、綺麗にこんな真ん中にやるのね、うんうん、これはあのカラーで撮るよりもモノクロで撮るとそういう線とか面とかそういうものが強調されるよね。だから面白い絵になります。カメラ女子、撮影は終了。お互いに撮った写真の見せ合いっこ。楽しかったね。だからいろんなあのもうアスペクト比とか、あと、まあ、アートフィルターもこのね、カメラにはついてるし、はい、そういう組み合わせでいろんな世界、自分の世界をねこう生み出すってことがね、このカメラ1台でできるっていうのね、すごい楽しいですよね。撮り方を少し変えるだけで広がる世界は無限大。次は何を撮ろうかな。